今回メビウスの2人が訪れたのは秋の小京都と呼ばれる広島を代表する観光地竹原市です。古くから瀬戸内の要衝として栄え、今なお当時の面影が大切に残されるこの町でどんな出会いが待っているのでしょうか。素敵だな。ウィーンと音がするけどなんか作っとるね。こんにちは。こんにちは。今何をされてるんですか。今ね、来週の末にですね、竹の明かりを灯すですね、竹原憧憬の道というイベントがあるんですけども、はい、その準備作業をちょっとしてるんですけどね、はい、竹に今穴を開けて。そうですね、飾りを。すごい、はい、初めて。こんな風に作るんだ。今週末、竹原町並み保存地区で開催される竹原憧憬の道では、風情ある街並みをおよそ5000本もの竹明かりで幻想的にライトアップ。県の内外から多くの観光客が訪れる秋の一大イベントです。20年目ではあるんですけど、ね、20年も続いてるんですか、はい、だけどこの 3、4年、ねはい、ちょっとコロナで2年なくて、去年は一応復活したんですけども、ちょっと人数制限をしたりという形で、久しぶりの本格的開催、はい、ここはステージになってますけど、そうですね、まあ、あまり近く見るとね、あらが見えます。いや結構トンボのこのラインとか難しそう。え、これ何年も経ってるんですか。そうですね、緑が今年切っただけで、はい、大小さまざまな竹を組み合わせて作られたこのステージの他にも、4年ぶりの通常開催となるイベントを前に着々と準備が進む町並み保存地区。一足先にその会場を案内していただきました。まあ本当はね、夜とか来てもらうとまたちょっと風情が違う。ここにそうですね、これも全部今まだ照明が入ってませんけども、明かりが灯るような感じになりますね。いや完全に映えスポットだね、はい、そうですね、はい、これも地元の方々が作られたんですか。そうですね、ここは竹工芸さんといって、竹のひごを切って籠を作ったりとかですね、うん、されるグループが毎年作ってくれますね、はい、いやここでね、はい、今竹工芸の若手の人たちが作業してると聞いてますので、幼稚園だったんですけどね、今はちょっと統合されて、はい、だから竹を、竹がいっぱいある。 そうですね、すごい材料でみんなここからまた取って。この一本の竹って重いんです。あ、どうぞ持ってみましょう。いいですか、これ。はい、あ、重たいよこれ、ね、重いですよこれ。大体私ら自分で山から出すんですよ。うわー、そういう風に。え、離しますよ。あ、大丈夫です。す、バランス取って、はい、でこれを 2,3 本ぐらい。え、 2,3 本で山から持って降りる。持って降りる。そうそう、ちょっとやってみていいですか。あ、いいですか。離しますよ、離します、離します。待って待って待って、危ない。竹明かり作りの大変さを少しだけ体感したところで、制作中の現場にお邪魔します。え、そばやって咲くんだ。今かついでいただいた竹をナタでどんどん細くなってます。こうやって竹細工って作られてるんだ。そう、竹ひご作りが全体の作業の6割ぐらい。大変作業だね。厚みが違うと丸く編んだ時に歪んだりとか竹ひごが折れたりするので。イベント会場に展示する竹細工の材料となる竹ひごを器用に作っていく竹工芸の若手メンバー、寺本さんと野崎さん。実は僕は横浜市から。あ、横浜。はい、6年前から移住して。移住したきっかけは何なんですか。一番のきっかけは、うん、まあ、今度の憧憬の道で、はい、初めて訪れた時にすごく綺麗なお祭りだったので、まあ、自分も携わりたいと思って、うん、私は京都から。あ、京都から。はい、同じ学校で1個上の先輩なんですけど、へー、なんで学校でも竹細工の勉強してて、で、うん、なんか見に来て、あ、ええとこやな思って、それでこっちに。竹原の町、そしてその一大イベントである憧憬の道に魅了され日々活動する若き2人、彼らの存在は地元の人たちにとっても大きな刺激になっています。
20年前から始めてるんです、この竹あかりのイベントはね、うんうん、はい、だからその当時あの私も40代だったんですよ。で今もう60超えてますんでね、若い人たちが自分の好きなことを通して町をその元気にしてくれる、それがまた竹原の情報発信になって、またそれが竹原に来てもらうきっかけになってという形で循環してくればいいかなと思うんで。今回どういった気持ちで準備されてますか？やっぱり見に来てくださった方が喜んでもらえるようなものを、うんうん、あの心がけて作ってますね。竹原に住んではる人もそうですし、あとはまだ竹原に来たことないなって人とかにもちょっと来てもらえるきっかけになったら嬉しいなって思います。竹原を愛する人たちが一つになり準備を進める竹原憧憬の道、今回特別にメディウスの2人も竹あかり作りに挑戦します。初めてだけ。ちゃんと飾れるもんが作れますかね。頑張ります。頑張ります。基本的にドレルはまっすぐ入れて、で回転させながら抜いてください。道具の使い方をレクチャーしてもらい、早速スタート。ね、気持ちがいいですね。そうですね、うんうん、ぶつけ本番で躊躇なく穴を開けていく姉とは対照的に、丁寧に下書きをする慎重派の妹。果たしてどんな個性あふれる竹あかりが完成するのでしょうか。完成しました。できましたね。できました。しちゃって1時間、ね、そうですね、うん、そう、どんなものができたか、はい、せーの、ドン。おー、綺麗。メビウスってちゃっかり宣伝したんだね。そう、宣伝して、あとはやっぱり歌ってるので音符にしました。どうですか？あ、いいと思いますよ。文字はねちょっと心配だったんですけど、読める状態、読める状態。読めるぐらいのレベルだったっていう。じゃあ私も、うん、点灯、ドンドン、わかります？これなんでしょうか？太陽ですね。太陽、誰がどう見ても太陽。うん、太陽、はい、なるほど。で、お魚も美味しいので、そうですね。お魚、はい、あ、かわいいそれ。お酒、はい、おお、上手それ。で、これは有名なお塩。うん、あ、ありがとうございます。あ、いいですね。さらに竹原といえばのタケノコに、4年ぶりの開催を祝う文字も竹原が詰まった作品に仕上がりました。なるほど。楽しいですけど。はい。これどこか。ああ、ぜ、ああ、ぜひぜひ。はい。全然大丈夫です。本当ですか？ですか？目立つところにね。はい。わあ、嬉しい。目立つかどうかは分かりませんけど。商工会議所の女性部でお店出すんで、うさぎの、あのお餅をお餅でお月見ぜんざいをやりますので、美味しいので食べに来てください。僕今実行委員会で事務局しとって、皆さんからいろんな声いただいて、本当に今年は楽しみにしとるよってことで、本当に僕の方もいっぱい頑張ろうと思って。